福チャンネルの時間です。今回は加藤健太郎さんに来ていただきました。よろしく。よろしくお願いします。加藤健太郎です。加藤健太郎ですって言って、誰だよってなるじゃん。なります。それはなりますよ、ねさん。そうでしょ。はい、今回はやっぱりリーグを加藤マラドーナということで、 はい、ちょっとね本当にマラドーナが残念なことになってしまったんですけれども、うん、もうその、はい、意思を受け継ぐ男としてもう思いつくのは加藤県しかいないとありがとうございますい,いうことで今日はディエゴ加藤マラドーナとしてちょっとお、うんはい、話を聞きたいなと思いますはいよろしくお願いしますディエゴ加藤 <laughs> マラドーナです改めまして今もう本当これこれ見てるだけだと誰だよだから ちょっとね、加藤健がよければ、はい、ディエゴ加藤マラドーナになるところも一緒に話しながらやってもらおうかなと思って。はい、もう福西さん、そんなこと僕、なかなかやったことないですよ。<laughs> いいチャレンジだと思いますよ。<laughs> あ大丈夫、はいまあ、ちょっとね、あのーまあ、やりながらでいうことで、はい、あのマラドーナのものまねをね、俺、本当に体格といい、まあ、プレーといい、はい、めちゃくちゃ似てるじゃん。 いやありがとうございます本当にねなんでこのマラドーナのモノマネをしようっていう風になったのあ福西さんが今おっしゃっていただいたようにあの、うん、本当にその体型だけは自信持って全く一緒なんです、うん、その身長、うん、まあ体重っていうのはもちろんその、うん、そのねマラドーナさん自身もその時代によっての変化もありますし僕ももちろん変化もありますけどまあ大体プレーできる体重って。 ぴっったたりじじゃゃななくてもってももあるじゃないですか見目身長はもうぴったりと一緒だったですし、うん、足も左利きで、うん、で、まあ、またその太ももの太さという具合というのがやっぱすごく似ていたのでそこだけはシルエットだけは自信はあったんです。うん、なるほどでもサッカー自体がね加ドケはもう帝京の10番ではい選手権で優勝してんだっけあ準優勝です。 準優勝ね、はい、準優勝すごいよねい。一緒にサッカーしてもうまいしな。あ,ありがとうございます。うん、本当にサッカーもうまいからやっぱり似てるのがこう,うまく伝わるんじゃないかなと思っててさ。はいありがとうございますもう。それで今福西さんがおっしゃっていただいた最初にやるきっかけというのは、うん、あのディエゴ・カトマラドーナになるきっかけになったのは普通に僕、うん、あの25歳の時に。 あの<ん>渡辺エンターテインメントの養成所でお笑い芸人を一番目指したんですね。んうん、そうだね、はい、<で>お笑い芸人だったもんね。まあ、そうなんですよ。この芸能界に入ったのはそれだったんですけど、<ん>そこであの普通に毎月ネタ見せというのがありまして、僕らコントをやってたんですよ、んうん、コンビを組んでたんですが。それで新ネタをまた今月も作らなきゃいけないっていうことで、うん。 そんであの昔、高校時代とか、うん、マラドーナにそういう,うに似ているというふうに言われたこともありましたし、まあ、僕自身もマラドーナ大好きだったのでユニフォームを揃えたらいけるんじゃないかと思いまして、うん、それで、えー、マラドーナがファミレスにやってきたっていうネタを作るためにディエゴ・カトマラドーナをまず作ったんですよ。へえー、そのの時は化粧もした まあその眉毛の例えば太さとかひげの濃さとかちょっと多少違いましたけどメイクはもちろんこのままではなくてでカツラ、ユニホーム用意してマラドーナがファミレスにやってくるっていうネターをやったんですよ、ライブで。もうダだ滑にしました、にだやっぱりマラドーナを知ってるっていう人も少なかったのかもしれないね。 そうなんですやっぱりお笑いのライブって、やっぱり女性のね、若い方も結構多くて、でやっぱり誰誰っていう、やっぱボケも結構、ペレボケとか多かったんですよ。ああ、もう何を喋ってんのみたいな感じになっちゃって、ええ、本当にもう、薬とも言われなかったですね。いや、俺は見たときに面白いと思ったよ。だって似てるもん。だからそれがファンの、そう、選手の周りもそうだけど。 サ、はい、ッカーしてる人はうわ似てるわおもろいわってなるもんいや本当もうそう嬉しいんですけどその25歳、うん、6歳の時ですかねあのやって、うん、傷ついてこのお揃えたユニフォームをもう一回タンスの奥にしまうんですよ傷ついてしまって心がへえーえー、折れた折れてもうああ <laughs> も,もうこれは着ることないって,って<ー>でそういうふうに福西さんとお会いした時は初めてサッカーのイベントでもともと福西さんおっしゃってくれいただいたように 提供でまあサッカーやってたので、うんままあ、芸人にしては芸ねボールは蹴れるんじゃないかということで呼んでいただいて加藤、うん、ケンなんか「芸ないの?」って言われて、うん、ええみたいな本当何もなくてあそういえば強いて言えばまあマラドーナのものまねっていうかちょっと揃えればありますみたいなのが始まりなんですサッカー場では。いい,よはい,いいよなみんなだって期待するもんな今じゃな。はいそれででもう喜んいいただいて あのところで化粧を進めてもらっている <laughs> すいませんちょっとすいません <laughs> 福西さんとの話が面白いから <laughs> いやいや <laughs> ちいつになったらマラドーナーなるのかなと思ってたあの一応言いますけどよくあのあマッキーで書いてるのとか言われるんですけどマジックであのちゃんとねこういう風うに化粧用のねあの、うん、ファンデーションがあるんですよあこれすいませんここは、えー、ああ,ありましたねこういう風うに 黒のファンデーションがあって、クラウンカラーはい、クラウンカラーって、うん、まあまあね、ね、これで、まあ、僕は今、このアイライナーっていうんですか、女性の、この筆のね、これはまあ、うん、これで塗りつぶしても、これじ、もう10年ぐらい使ってるんですけど、うんはい、もうこれで書いていくって、すみません、細かいところうかそうか。いやいやいや、なんか俺、マッキー、最初、本当のマッキーかなんか、水性ペンでか書いてるのかなと思ってたの。 汗かいたら取れちゃうからやっぱマッキーかなと思ってたんだけどはいそんなことないんだねあそうなんですまああの細かく言うと本当に一番初めはマッキーでやっててもう肌荒れちゃって仕方なかったんであ取る時にかはいあとシンナー入ってるんではいやっぱり肌荒れるんですよマジックはいそれであのその番組とかに出させていただけるようになってメイクさんにちゃんとこういうのあるよって 言っていただけてああなるほど、そういうことか。はいまあ、ちょっとこうやってシュールな絵が続きますけど、ちょっと話をしながらだけど、はい、ちょっと化粧しながらで、はい、でやっぱり俺らにとってのマラドーナってやっぱりすごいスターだし、偉大な選手はい。なんであんなにうまいんだろうな。いや、本当ですよ。もう本当に もうあのボールテクニックとか本当に日本の私のイメージで言いますとやっぱり小野伸二選手のようなボールタッチですか、うん、そこのもう1個も2個も上いってるような気がしますそうそうタッチ感で言うとやっぱりねその伸二じゃないけど歌手、はい、もそうだし天才って呼ばれてる人たちは、はいはい、やっぱりそのタッチ感がすごいなって思うんだけど。 はい、マラドーナも,もうあの時代からそのタッチ感を持ってるし持ってますねはいめちゃくちゃあの安定したボディバランスいやそうなんですよで俺もやっぱり左足をねちょっとやっぱ真似たのよやっぱマラドーナのように人抜きたいと思ってあそうなんですか、うん、でもやっぱりできなかった <laughs> そうできないんですよ <laughs> ずっとやってきた方ですけどもうまあできないですねねえ あんんな抜けないんですよねで,でもあの5人抜きとか、まあ、みんなもねよく分かるのはまあ5人抜きとか俺もタイムリーでマラドーナを見てるわけじゃないからやっぱ5人抜きの映像とかはい、はい、神の手とかそういうドリブルのシーンっていうのはね、えー、後々見ることになって、はい、そしてそういうふうになりたいなと思ってやりながらも今じゃやっぱりメッシュと比較されることも多いじゃんそのメッシュとマラドーナのプレーの。はい 企画ってどう思う？あの、本当にメッシのことは全然素晴らしいと思ってる前提で聞いてくださいね。はい、はい、はいはい。すいません。もう次元が違うんですよ。マラドーナの方が全然上なんです。なんでいや。もうあのですね。福西、うん、さんもおっしゃった。うん、あのまずやっぱり評価としてはですよ。うん、サッカーってもちろん難しいんで。 まあ個人としての,、うん、あの結果、個人賞とかチームでの優勝とかさまざまなことあると思います、評価の仕方はは。で、メッシとマラ,マラドーナとメッシが比較されるというのは基本的にはやっぱりドリブルだったりもちろんもうあの存在とかっていうのはあると思うんですけどあのマラドーナはですね、一人ですべての選手を。 自分でなんとかできるんですよ。相手チ,手<す>相手チームを。ああ<ー>、一人で崩すことができるってことですかはい。一人,人であろうが、二人であろうが。はい。メッシは基本的、そのやっぱバルセロナの印象が皆さん強いと思いますけど、やはりイニエスタ、うん、シャビいたんですよ。そこのバルセロナサッカーもさらに加わって、メッシのすごさはもちろんあります。ただ、マラドーナは、あの当時、彼かとか、 アルディレスとかいましたけども、もう,もう基本的にそういうイニエスタサビの存在なって、うんてメッシ一人だったんですよ。アルゼンチン代表もナポリも。うん。ほ、うん、はい、で、一人で、とにかくもう体力が半端ないんですよ。あのドリブルで一人で全部抜くって。あなんかさ、そのサッカーの違いっていうトレンドとかね、はいまあいろいろあると思うけど、その、はい、ドリブルという点で言うと、なんかディフェンスももっとガンガン生きようと、昔はなかなかなかったじゃない 5人抜きなんて言って1人ずつ行ってるみたいな感覚もあったりするじゃない、はい、だけど今、メッシの手もやっぱりコンパクトだし、はい、そのスペースの中でコントロールしたり出たりっていうのはメッシの方がスペースがないんじゃないかって思ったりするんだけどあのマラドーナが今のこのメッシと同じ時代にいても同じようにもっと抜けてます、うん、あでもそれは感じるかもしれないもっと狭くなったらもっとすごいマラドーナが見えてたんじゃないかっていう。 はいうん、局面で、2人とか3人のときもあったときに、マラドーナってタイミングで抜くというか、はい、めちゃくちゃ足速いわけじゃないじゃん。そうなんです、レベルは高いですけど、うん、イメージで言うとですけど、ただもう本当に体が強かったんですよ。考えられない強さだったみたいですよ、福西さん。へ、えー、じゃあ、あまあ、俺も当た,ら当たれないっていうか見れ、見れてもないから、映像でしか。 やっぱりね、退治した人たちが今、よくコメントしてるから、本当、そうなんだっていう感じでは見てるけど、はい、やっぱマラドーナのが上かそうですね、本当にマラドーナのがやっぱり上ですね、マラドーナはやっぱりマラドーナ一人で、うん、やはりチームも優勝に導ける選手だったんです。 シャビニスタがいてのバルセロナ、うん、そしてアルゼンチンやはりアルゼンチンの国では言われてるんですもうマラドーナとメッシはもう話にならないよと街、うん。ゅ中の壁画とかいっぱいあるんですけどもうマラドーナがもうたくさん大きく描いたってメッシこんなちっちゃいんですうんやっぱり国民はやっぱマラドーナなんだね そうなんですやっぱりアルゼンチンを優勝に導いてるとやっぱりすごいんだねワールドカップで優勝するって <laughs> やっぱすごいんすよね <laughs> <laughs>、はい、やっぱりすごいことなんですよね<ー>、はい、そういうことなんだな,な俺はね、はいはい、なんかサッカーの違いだからマラドーナのような昔のそのポジションポジションの役割がはっきりしてるときっていうのはもうマラドーナ別格でトップだと世界のトップぐらいのドリブルだと思ってて。 はい、でも今のサッカーだと、まあ、守備もしなきゃいけなかったり組織的になってきたからメッシの個の,の力っていうのを、はい、打開し,し,しづらくなってきた、はい、メッシの個の力だけでは、はい、だディフェンス力がすごい上がったんじゃないかと思って現代はあもちろんそうですよね現代は上がってますよねうん、うん、だ,でだからこそそんな比較なんか俺はできねえやって思ってたんだけど。はい なんか本当にこういろんな話聞くと、マラドーナは現代のような組織的なサッカー、まあ守備の相手にしても、はい。抜けんじゃねえかっていうね、ネオマラドーナみたいなんがあったんじゃないかっていう、はい。そんな気がするから、まあ比べるっていうもう比較がもう難しいわけで、比べること自体がおかしいとは思うんだけど。はい。まあ、そ、そのもちろん意見はあります。うん。だけど、はい、マラドーナの凄さっていうのは、 言葉にははできないいさだね、はい,いやそうなんですだから栗さん、本当にもう異次元なんですよ、あのマラドーナ。な,なので、うん、もう見てほしいんです、今、もうそういう見れるね、うん、時代になりましたから、うん、マラドーナのいろんな映像、楽しんでもらいたいね、いいマラドーナって、本当すごいよねって、今の時代の人たちって、やっぱマラドーナは知ってるにしても、はいその5人抜きとか、神の手とかっていう有名なのが出てきても、本当の試合っていうのは、なかなか、ねはい、見たこともないだろうし。 今は見れる時代だから、やっぱ見て、どれだけすごかったかっていうのは、見てほしいよね。見てほしいです。本当に。もうその、ルーツもね、見てほしいんですよね。はい。まあね、こう、サッカーに関してはめちゃくちゃすごいけど、はい。ちょっと普段の行動とかはさ、やっぱりこう。ああ、そうですよね。もう、いや、ここに入っちゃいますよ。あよくない影響があるから。 マラドーナ兄さん、<う>ちょっとはじめ破天荒だったので。ねその部分は、はい、でも、カド犬、会いに行ったじゃない。そうなんです。はい。その時の話聞きたくて、やっぱり、はい、普段、はい、普段の生活っていうか、そう見てるだけでも、破天荒なのいや、もちろん今もうその、今ちょっとふざけで言いましたけど、昨年なんですよね、昨年、2019年の4月に、うんあの、マラドーナさんに会いにメキシコに行きまして。 うんうん、メキシコで監督をやられてたんですけど、うん、もうめちゃめちちゃゃ優しかったですでもすごいよねそれで公認もらってくるってものまねしていいっていうの、はい、いやそうなんです本当にそれを頂けることによって本当にまあ僕もディエゴ・カトー・マラドーナというね、うん、あの本当にまあ小さな世界ですからもっと大きな、ね、世界でまあもっと知っていただきたいとか売れたいとかもありますけど本当にあの自信が持てましたその言葉でやはり。 本人からやっぱ公認もらえるってすごいなんか強みでそこからやっぱりなんか自分の中ですごく変わりましたでも1日2日ぐらい会え,会えたのそうなんです僕2日連続で会えることができまして、うんはい、もともと,もともと当初の予定はあの2日目のその会った日が約束の日だったんですで行って、まあ、ただ遠目からその前日要は試合の あとに記者会見があるとよく監督さんがやられる、うん、その記者会見の後に、うん、終わった後にそのままちょっとだけ会える時間を確保しましょうということだったんですが、うん、で前日はもちろん非公開練習試合前なんでまあ本当はピリついたりだそれすごく大事な試合の前日だったのでうんでそういう試合見たんでしょあもちろんその,あの当日2日目には試合を見させていただきましたけど そのホームだったので、うん、そのホームスタジアムで練習してたんですよね。うん、ああ、なるほどね。うん、でそこに、まあ、ちょっとスタジアムから記者とかいっぱい取材陣は外にいたんですけど、まあ、一応僕だけ、うん、あの練習見ていいってことで、非公開練習を中に入れていただいて、ああなるほど、ね、でそのスタジアムからこういう柵でこういうふうに見てたんです。なるほどね。うんはい、だっで、その映像、アーカイブで残ってるもんね。そあそうなんです。はいねそれでで急遽 あのまあその広報の方もフェルナンドさんという方もすごい気遣ってくださって、うん、あのその練習終わりにちょっと声かけて「一応見るね」とは言ってくださって「えっ?うん」ってなってでももうディエゴ・マラドーナさんの気分次第でもう会えるかは全然分からないということで「<ー>もうもちろんともうそ,そらとんでもないです」って言って。 まあそれはそうだよね。なんか日本のものまねしてるやつが来て、はい、まあものまねしてるやつが来るっていうのを言ったかどうかは知らないしはい、<も>そうなんです。はい、まあまあマラドーナからしたら、日本から来たやつがサッカーをしてるかどうかもわかんねえとか、はい、はい。ね名前も知らねいやつが来たとかって言って、な,なかなか会うことなんかできないと思うけど、はい。やっぱそこは優しさもあるだろうし、はい。はい、よく向こうの人って、そうそうはい 友達のはもう家族だみたいなさ感じがやっぱりあるからそういう人とのつながりっていうので家族だったのかそういう意味でも優しかったってことやそうなんですそれでまあ結果その一日目に会えることになってそのままグランドボコ降りて行かせていただいてで会ってくれたらもうニコニコでずっと笑顔で ハグしてくださって僕何回ハグしてくれたかわかんないですよへ、えーはいちょっとマジその何それ眉毛これ眉毛ですあそうだったっけそうですよ福音さん妹綾子より僕の方が早く不得してるんですからそうかそうなんですよそれそれ言った方がいいよねはい、あ、言ってるんですけども僕のこ声なんて全然誰も届かないんで<ー>結構前から言ってるんですよ そう俺も覚えててなないってことは知らねんだな <laughs> ちょっとお願いしますよ。よくこうサッカーの俺らはユニホーム着たらスイッチ入るとかさ、はい、なんかサラリーマンはスーツ着たらスイッチ入るとかってあるけど、はい。加藤健、それメイクしたらスイッチ入ったりやっぱりするのああの本当にありますあのメイクしたらといいますかこれ今書いてて、うん、最後完成して、うん、やっぱりかつらつけた瞬間 ちゃあ、えーはい、楽しみやわ <laughs> すいませんもうちょっとなんですけどああそうそう俺ももう化粧してるところあんま見たことないからあそうですよねなかなか <laughs> そうご覧になることないですよね、うん、やっぱりそう今からやりますとかはあってもってあそうですねそうそうこれ見てる人たちもみんながああこういうふうにやるんやっていうのがね、はい、まあこういうふうにやってるから。 まあそうですね、うん、福西さんのその言っていただいたのでやっぱ分かりますもんねでももう完成近いんですよ、うん、でそのマナドーナさんに会ってさ涙が出るぐらい嬉しかったわけでしょ本当にあのリアルな話しますよあのーうん、僕その人間の心理的な要素というか僕,僕も自分なりになんか後から振り返って見てみたんですけど、うん、スタジアムに入ってその、うん、この柵からこに見てたじゃないですか。 で練習されてて、うん、センターサークルにマラドーナさんがそのそちょっとぼぼあの座ってて、うん、はいそれであの何、ー、んですか肉眼でマラドーナさんを見た時が一番なんか涙もうめっちゃ出ちゃいました。あ僕ここまで来たんだっていうあ僕マラドーナさん生で見れたんだっていうもう。 はい<ー>感謝というか、ありがたみがちょっともうな、な感動が来ちゃって、もう、はい、ちょっと今もちょっと興奮してしまいましたけど、<ー>本当、いや、はい、すごいね。そこが、だって、もう会った時は、本当にあの緊張すぎて、うん、あの、うん、もう自分じゃないという感覚って、本当、初めてだったです。息がでできなかったんです、えーえー、俺もマラドーナはね、1>, 1回、ブラジルワールドカップ2014年の時にはい 一回だけ見させてもらって、なんか、すっげえ周りがザーつき始めて、ああ<ー>。なんだなんだっていうので、ちょうど彼が多分こう、ワールドカップに関わる許可みたいなはい取りに来て、はいい、俺も取りに行ってたとこだったから。あ、はい。か、テレビ局かなもしかしたらそういうので、はい、入ってきた。その 全,全国のなんか放送局みたいなのが集まってるところがあるんだけど、そこに周、ま、りが全,全世界のみんながざわついてて。まあそうですよね、ざわつきますよ、ねあうわあ。マラドーナだーって、俺もちょっと写真外から撮っただけで、近づき、はい、たくても近づけず、うわ、あのマラドーナだよって、写真撮りて、一緒に撮りて,て,撮りてとかって思いながら。<laughs> そうでしたかとけね、かとけねやっぱうらやましかったも。んああ。カッコマンからしたら。フリンズさん完成しました。あれそれだけだっけ？それだけそれだけいやいやちょっと待ってくださいこれからですから。ああそっかそっかそっか。じゃあもう最後つけていいですか？ああじゃあもうマラドーナさん登場です。いやいやちょっと待ってください。じゃあちょっと待ってください。ここでねこうつけましてじゃあいいですかいい日本ももうちょっと見して見して。 え、日ームになっていいですか？ほら、フェイスペインもう<分>本当だ。Diego Cataldo n a d いつも見てるやつだ。そうなんです。これで、まあやっぱ本当にでも、本当さっき言ったらちょっとカツラつけたら僕の中で入るんですよ。声変わるんですよ。うん、ちょっとね。はい、Diego Cataldo n a だよー。<laughs> これになるんです。本当だ。センチセンチ入ってる。いやい,いや,い,い,やいや、面白い。ちょっとクリスさんがなんか喜んでくれてるのがすごい伝わりました今。 あ今やっぱりあやっぱりディーゴカマラドーナだと思うもんほんでですか嬉しいおやっぱカレンさんですよやっぱりユニフォームってすげえな大事だいやそうなんですよやはり全然違いますよね、うん、ちょっとさみんなに太もも見せてあげてもうはいわかりましたあのまだわかんないかなディーゴカとマラドーナってね似てないですもんね、うん、顔はしょうがないの分かってるんで似てるのはここなんですよ、うん、めっちゃ似てる <laughs> この感じですよ。<ー>6 3ンチあるんでね。これすごい、俺より太いもんだって。はい、ありがとうございます。うん、まだ鍛えてるん,、ねね、んでしょうまあ、の、うん、そうですね、あの最近は本当にちょっとやり始めました。今までやっぱそんなにやらなかったんですあ<ー>あの、太さは本当に僕ちょっとなんかたまたま太くて。うんうん、うんはい、めちゃ似てるし、この短パン似合うの、いや、カトケンぐらいだろう。 ありがとうございます。うん、そうなんです。これでやらせていただいてましてね。い<や>はい、あ。じゃあ、じゃあ、一ネタお願いします。<laughs> いやいや、ちょっと、マラドーナがファミレスにやってくるじゃないんですよ。<え> <laughs> そうか。いやいや、いいよいいよあの。俺のチャンネルでダダ滑りはちょっと困るから。<laughs> や,やめとこうかなやややめやめ。やめましょう。本当に。もう、えー、やめとこう。あさあんの,の番組、僕、滑るわけにいかないですも。でもやっぱマラドーナの、その、会った時の思い出、一番の、 まあ言葉とか自分ののの感じるもっっていうのは何だった5個ぐらい本当にいっぱいある中の45は本当にもうすぐ出てきちゃいました一番最後に言う言葉がまあちょっと自分の中で一番っていうのは1個今最後に伝えさせていただきますねまずお会いさせていただいた時に僕がその優しいとか本当にこの人相手のことを思っててっていうもう心が広いとかっていうのを感じたのが「会いに行けなくてごめんね」って言ったんですよね僕に。 えーはい日本からはるばるあのあなたに会いに来ましたというね、うん、まあその、うん、カメラマンの方があのスペイン語しゃべれるので、うん、あのそれであの撮影始めますどうぞインタビュー始めますどうぞって言った時にもう、うん、会いに行けなくてごめんねっ言ってくださったのが一つそしていいあのすごいちょっと、はい、であの僕が緊張してんのガチガチであっ あはい、はははみたいなもう喋ろうとしたらもうずっと肩組んでくださってて、うん、そんでで言ってくれたのが、はいね、僕と君は昔から一緒に家に住んでたんだよそんで僕はスペイン語、君は日本語で言葉は通じないけどアイコンタクトで通じ合ってたんだよなって言ってもうふざけてくださって笑いといとうかすごいな、それは。 だからよくファミリーっていう言葉だろうね。はい、もう認めてくれたんだろうね。ほんで、そういうふうに喋ってる間も、もうずっと僕の肩をこういうふうに揉んでくれるような感じで持ってくれたり、僕の体をそんなに話すことなかったと思います。でもずっと優しく包み込んでくれて。はい。本当そそれがコミ,コミュニケーションっていうか、ぬくもりだったんだろうね。こう触って。はい。そうなんです。へえ、すごい。ちょっと感動してんだけど、俺。 それででそれ最後に、まあ、やっぱり一番僕が残ってるのはあなたを尊敬してこれからもこのディエーカトマラドーナとしてやり続けていいですかっていう風に言ったらもちろんだよって言ってすっごい笑顔で言ってくれたんですよこのもちろんだよ君の活躍を本当に楽しみにしてるよって祈ってるよって言ってくださったもうすごくまあやっぱり僕のことだったのでそれはまあ一番に来ちゃうんですが本当に あの笑顔とか優しさぬくもりは本当に忘れられないです、うん、やっぱりスターなんだね、日本から来て、はい、まあものまね、芸、え、人、ーまあ、みたいな形で来たというふうに思ってると思うけど、はいまあそこまで温かく迎えてくれるっていうのは、すごいことだよね。いや、本当、そんで、まあ、その,、うん、その後あの、まあその言葉の順番で言ったらですけど、4つ目ですけど、あの一緒にボール蹴ろうよって 言言っっててくくれれたたんんんですよマラドーナさんから言ってくれたんですそうお話とかいっぱいした後にいやいやもうサッカーしてたら,やったらボール蹴りたいよね話せるとか会えることだけでやっぱ感動じゃん,んはいいやいやボール蹴るはまたその一段階上やもんねそうなんです福西さん分かりますよねあの対面してこのパスをするってサッカー人フットボール人なら分かりますよね分かる こんな嬉しいことないんです、この僕があのマラドーナさんとあ,<ー>あの言葉を交わしてるじゃないですか、要はそれって、うんうん、もう、うん、フットボールという名の、うん、もうそれがもうボールインサイドから蹴って、マラドーナさん返してくれて、でもう一回返して、うん、そしたらリフティング始めてくださって、うん、で今度、リフティングでやって。うんえー、すごい もう本当にもう感動してというか、もうだか本当これしかなかったんです、ありがとうございますというか、はい、う神様なので。いえ<や>、はい、そうだよね、まあ俺らからもしても神様だけど、やっぱりそれ、あえて話してボルケレターとかっていうのは、数少ないまあ日本人かもしれないし、まあ昔よくね戦ってるとか、はい、人たちね、たくさんいるとは思うんだけど、はい、今のこの現代で。そうですね なかなかボール蹴るっていうことはできないと思うんで、うん、はいそうなんです,すごい貴重な貴重なお話ありがとうございますいやいやすいませんとんでもないですもう本当にありがとうございます <laughs> それであの最後にちょっとそのマラドーナさんからのつながりですみません少しだけお話しさせて最後いただきたいんですけど、うん、そのマラドーナさんにそのも,もちろんこういう思いでね最後公認もいも頂いて、うん、っていうことでまあ あの先日お亡くなりになられましたけどあのマラドーナさんの,そのすごさ偉大さというものをその後世に未来にあの今後の子供たちにやはり僕は本当に伝えていきたくて、はい、もちろん VTR とかあの映像は今のこの時代見れることはできると思うんですけど僕がお会いしたその映像もあったりもするのでそのあの福西さんも今お聞きになっていただいた側面の優しい部分とか、うん そういうのも含めてすごいやっぱり偉大なプレイヤーだったんだよっていうのを知っていただくっていう思いも持って行動したいのと、うん、でそして今度は僕ら福西、まあ、さんもそうですけど僕らがマラドーナさんを見て目を輝かして人生が明るくなってワクワクして向かわせていただいた存在だったので、うん、やはりその僕もそうなったようにその僕がそのマラドーナさんの,あのような言葉をねつないでってこれからの子供たちに そういう目を輝かしたり、あの明るい、うん、少しでも人生が明るくなるような、あの手助けといいますか、サポート、うんまあ、指導というのを、僕はしていきたいと思っていて、これからもディエゴ・カトン・マラドーナで、引き続き、うん、やり続けたいと、本当に思っています。マラドーナの意思を継ぐ一人として、はいね、もう本当、やり続けてもらいたいなと思うのと、はい、子どもたちもそれでね、しっかりと刺激をもらって、いいサッカー選手、そして、うまい。 強い、日本人のサッカー選手がね、たくさん出てきたら、いいんで、それはもう俺らも手伝うし。はい。あいま,まあ、俺もやっていかなきゃいけないことなんで。はい。もう、一緒に、ね、盛り上げていきましょう。はい、是非ともよろしくお願いします。ありがとうございます。あはい、ちょっと、ダダ滑りじゃなくて、ちょっと感動的な話はなってしまったんで。貴重な話、ありがとうございました。はい。英語かと、マラドーナさんでした。 ありがとうございます。もしよければチャンネル登録、いいね、どしどし、ディエゴカトマラドーナにも伝えますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。